皆さんこんにちは、視線 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第8回1973年は仲間というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1973年は裸のラリーズにとって記念すべき年だったと思います。それは自分たちの曲が吹き込まれたレコードができた年であり、それがオズデイズライブという作品です。1971年頃、水谷さんは東京に移住したらしいですが、上京の後に吉祥寺にオズという店が開店します。この店は1972年の6月から1973年の9月までの大変短い間だけの営業だったそうですけれども、その閉店にあたって出演していたバンド4組の曲をライブ収録した2枚組の LP が作られました。このレコードはその作品の性質もあって大変希少性の高いものですが、何度か非公式に復刻もされています。東京という土地でこのオズという場所はあくまで想像ですけれども、水谷さんにとって仲間を作るために最適な場所だったと思います。そこに集まった人たち、例えば南雅子さんや久保田誠さんですとか、ロストアラーフの高橋博之さんや、後に不死者を結成する灰野啓治さんなど、才能やエネルギーを持った人たちが集まり、共同でイベントを企画したり、お互いに刺激し合って表現を磨いていった時期が1973年頃だと思います。そうした中でロストアラーフと裸のラリーズが中心となって、エレクトリックピュアランドですとか、オールナイトレインボーショーなどのシリーズ企画をブルーチアーカンパニーという団体が企画し、そこに集まる人々がさらにまた多くの人を動員していくというのがこの頃なんですね。私の推測では、水谷さんは積極的にイベントを企画したりするタイプではなかったと思いますけれども、すでに東京に出てくる以前からのキャリアがあって、そこに至るまでの間の経験や思索があるんですね。そうした水谷さんの経験や思想は他者に大いに影響を与えたと思います。他人の出来事には推測で話すことしかできないですけれども、私の個人的な話をすると、たくさんの仲間がより集まって活性化していたと感じたことが2度もあるんですね。私は北海道の函館という小さい町でバンド活動を始めて、だいたい15年くらい活動をしてきたんですけれども、一つ目は函館にアウンドという店がありまして、この場所はグレイというバンドが初めてライブをやった場所として有名なんですけれども、非常に狭く30人も入ればいっぱいになります。リハーサルが終わったら出演者が椅子を並べて、食べ物や飲み物は持ち込み自由。私がいた頃は毎月1回函館インディーズというイベントが開催されていまして、函館に住むうぞうむぞうが集まって、バンドはもちろんですが弾き語りやヒップホップや即興演奏なんかが同時に見られるという非常に面白い空間でした。そこで顔なじみが増えていく中で、自分たちの新しい曲を最初に聴かせる人というのが簡単に浮かぶわけですし、そのライブの後のレスポンスも非常に早いんですね。知り合いの前で演奏して感想をすぐ聞けるわけです。函館は温泉が至るところにあって、ライブが終わったらみんなで温泉に行きます。文字通り裸の付き合いといった趣だったんですね。私は上京してからしばらくの間、なぜ東京の人たちはライブが終わったら風呂に行かないのかと疑問に思っていました。あれを体験しないのはバンドをやっている楽しさの半分は失っていると思います。2つ目が2014年頃からの現在のぐるぐるブレインというレーベルの面々との付き合いです。幾何学模様というバンドのメンバーである黒沢さんから出演依頼を受け取ったのが最初だったと思います。そのイベント名が東京サイケフェスという名前で、渋谷のルビールームという企画名の割に非常に狭い会場なんですが、海外からバンドを招聘したり非常に精力的にやっていたんですね。ほぼ毎月イベントをやっていたように思いますが、異常にギャラが安かったのを覚えています。そこに集まった人たちはミュージシャンだけではなくて、陶芸家であったり写真家であったり、様々な人たちがいて、やはり雑談したり遊んだりバーベキューしたり刺激を受けるわけです。このような定期的なイベントというのは忍耐が必要なんですけれども、その主催者の性格が現れ、そこに集まる馴染みがある種の緩やかなつながりを作っていくんですね。ぐるぐるブレインの彼らは現在でこそレーベルやバンドで第一線で活躍されているんですけれども、当時はまだ何者でもなかったんですね。そうした方たちがレコードレーベルを始めて、私たちのバンドでリリースをしないかとオファーをくれた。それは大変名誉なことだと思います。失敗すれば彼らは自腹を切ったお金を失うわけですから、少なくともそれが回収できるくらいには信頼してくれているわけです。
あるいはツアーをする際のビザ取得ですとか、自分だけではできないことのサポートを彼ら自身が身につけたノウハウをレーベルの仲間に惜しげもなく共有してくれたんですね。それでは仲間とは何でしょうか。私は例えば音楽だとか文学だとか、そういう好きなものが共通するだけの人間は仲間だとは思いません。リリー・シュシュのすべてという映画があるんですけれども、この映画の中でリリー・シュシュという歌手のコンサートに観客が並んでいる場面があります。そこの場面でファン同士がお互いの見解を言い争うという非常に醜いシーンがあります。ですから音楽が好きというのは当たり前のことで、信頼できる人間かどうかは担保しません。第4回で少し言及したゴッドスピードユーブラックエンペラーというバンドの2001年2月のスタジオボイスという雑誌の中での紹介記事で、バンドメンバーに基本的な言葉のセンスを持っている人たちという条件を掲げているんですね。彼らは共通のメンバー間でいくつも違うプロジェクトをやっていて、それがコンスタレーションというレーベルからリリースされているんですが、統一感のあるアートワークですが、一般的なポップミュージックとはかなり逸脱したリリースを可能にしたのがバンドをサポートするレーベルの存在です。レーベルが存在するからそのような挑戦的な姿勢を示すことができるということであり、そうしたコミュニティは社会や仲間との密接なつながりなしでは考えられません。ゴッドスピードユーブラックエンペラーとフライパンナムのスプリットシングルでは、地元モントリオールのグラフィティアーティストの作品がジャケットに使われ、ゴッドスピードの作品ではフィールドレコーディングで地元のアウトサイダーたちの生の声が使われるんですね。そうした戦闘的な姿勢は今でも共同体の一つの理想として私の中に残っています。もう一つコミュニティミュージックの例を挙げるとすれば、グレートフルデッドの存在を抜きにすることはできないでしょう。グレートフルデッドは1967年に始まったグループですが、その存在、特にギタリスト、ボーカリストのジェリー・ガルシアのおおらかなカリスマ性が多くの人々を引きつけ、ミュージシャン以外にも多くの人々が集まりました。このバンドの姿勢で特に有名なものでは、無許可でこのバンドの T シャツを作って販売していた業者に対して許可を与え、その結果さらに多くの業者が集まり、結果さらなる動員や売り上げが出たという出来事があります。利益を独占するのではなくシェアするというヒッピー的な観念は資本主義と両立可能なのであり、そうした思想は現在でもアメリカの特に民主党支持者の中でのある種の理想として残っていると思います。もう一度仲間とは何かですが、私の見解では相手が困っていれば助けるし、自分が困っている時に助けてくれる人というのが仲間だと思います。それは例えばもし自分が間違っていれば間違っているとはっきり言ってくれる人であると思いますし、そうした人と出会うには自分も本気で相手に接しないといけないんですね。最近もそういう割と説教臭い話を編集の S 君としたんですが、10年近い付き合いでお前と話していて初めて老害という言葉が浮かんだわと言われました。やはり友達っていいものですね。裸のラリーズに話を戻しますと、記憶は遠いという曲があります。この曲はオフィシャルの3枚のアルバム全てに収録されている唯一の曲ですが、その表現は全て異なっています。言うまでもなくこの曲のテーマは記憶ですけれども、記憶とは何でしょうか。現在までの自分の経験が洗い流されて残ったものです。棋士の羽生善治さんは、忘れるとは脳が必要ないと判断したから忘れるのだと言っています。それは忘れることの効能についての言及ですが、出来事の多くは忘れても現在の自分を形作るのは紛れもない記憶なわけです。嫌な記憶は同じ経験を繰り返さないように行動に反映されますし、良い記憶はそれを反復しようとする以上に、その出来事が大切なものとして残るからこそ人間は生きていけるんですね。猿と人間の明確な違いの中に未来をイメージできるかどうかというのがあって、人間は未来をイメージできるけれど猿は絶対にできないんですね。未来をイメージできるからこそ人間は希望を持ったり絶望したりするわけですけれども、絶望に対抗しうるのが記憶だと思います。例えば問題にぶち当たった時、あの人ならどうするだろうとか、どう考えるだろうというモデルになる人がいるというのはとても大切なことです。また仲間が今の自分を見てどう思うだろうかと考えることが自己の規範を形作るということもあると思います。記憶は遠いに戻りますが、この曲の認証に注目してみましょう。僕、お前、僕ら、僕たちと4つあるんですが、この中でも特に僕らというのに注目したいんですが、一人称複数裸のラリーズの中で僕ら、僕たち、俺たち、私たちというのが使われている曲は非常に少ないんですね。
初期からの曲だとこの記憶は遠いとレ・バレス・デ・サボン、あるいは不明 B と呼ばれている曲と80年代の恋の物語、以上だと思います。その中でも特に僕らという時には私たちの世代という意味合いがあると思います。それは当時のフォークムーブメントにおいてたくさんの僕らが主題の曲が作られたから推測しているわけですが、この曲や他の曲を見ても水谷さんにとっての僕らや僕たちといったものはかつてあって失われたものとして歌われていて、一人で旅立っていく中で思い出されるものとして現れているように思います。ですからこの曲は水谷さんにとっての無常感のようなものを表現した曲のように思います。時には仲間と共に同じ方向に歩いてもいずれは一人で行かなければならない、そうした決意と同時にいつまでも仲間に対しての死後の念は持っているということの表れだったのではないでしょうか。この曲は水谷さんのかつて僕らだった人、あるいは人たちへの思いへの証として大切な曲だからこそ何度も歌われたのでしょう。ですからこの曲のタイトルは記憶は遠いですけれども、遠くなった僕らについて歌われているわけです。水谷さんのように卓越した美意識を持っている場合、どこかで一人で行かざるを得ない時というのはあると思うんですね。それは共同作業者とズレが生じてきて誰もついていけなくなるからなんですが、そういう時の決別は思いやりの感情が後からやってくるものだと思います。1973年仲間でした。今回は憶測が多いので全く違うと感じた場合はご連絡お待ちしています。仲間というのはいつも一緒にいるような馴れ合いの関係ではないと思いますが、いつでも気にかける相手がいるということは人間の強さにつながります。そして点と点がつながって人間関係に広がりを持つことでシーンというものはうねりを持って求心力を持つわけです。そこに参入したいという人に対して、少なくともこの時期の裸のラリーズですとかその周辺の人々は決して閉鎖的ではなかったと思います。またシーンを形作る象徴的な場というのがあったことも大事なことだと思います。いずれにせよこの頃から裸のラリーズは活動を活発化させていくわけですので、次回以降は音楽の話をしたいと思っています。次回1974年はノイズというテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。